サーフィンジャパン NSP サーフボード柳沢プロです。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。さあ、今シーズンおすすめのサーフボードの方を紹介してください。はい、イサリンジャパンから NSP のサーフボードが、5、6 の小さいモデルからロングボード、スタンドアップまであります。で、今年は日本の限定カラーで、ここに出ているものは全部日本、限定のカラーのラインナップになってます。で、今年から NSP の、特徴としてはフィンのシステムが FCS に変わったので、より汎用性があって、壊れた時とかも扱いやすいと思います。とても壊れにくくて丈夫で、最初サーフィン覚えてすごくいいボードだと思うので、ぜひこれからサーフィンした人は試してみてください。これ中身の方はどういった構造になってるんでしょうか。はい、これは、EPS といって、ビーズフォームが中に入っています。で、シェルがすごいしっかりしたもので、ラミネートしてありますので、落としたりとかしてもなかなか壊れにくい構造になっていると思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。